衆議院法務委員会で、火事事件に関する証言に臨む火事渡る火事渡る、1903年5月1日から1982年7月26日は、日本の小説家、大分県西国崎群三崎村出身。東京帝国大学国文化卒業、東京帝国大学大学院博士家庭修了。妻は、池田柄氏。 東京帝国大学在学中から文学と社会運動に関心を持ち、林ふ親や中野茂春たちと社会文芸研究会を運営した。大学の外でもプロレタリア文学運動に参加し、1930年、労働日記と靴で注目を浴びる。ただ、当時は文学をプロパガンダに使うことを重視していた傾向があった。1932年に、 日本共産党に入党。1934年に治安維持法違反で検挙された後、獄中で転校して出国。1936年に中華民国に渡り、路人と信仰を持つ。最初は上海に滞在していたが1937年の日中海戦を機に脱出、香港経由で武漢に、その後国民政府と共に重慶に移動する。 この時期、1938年12月、紹介席の承認を得て、国民党主派地区で日本人民反戦同盟を結成、日本人の自立した立場を自称し日本人捕虜、居留民に対する教育を開始し彼らを組織して反戦活動を行った。日中戦争中の1938年5月19日に、 中華民国空軍所属の馬蹄式銃と泥木作機が中国大陸から日本の九州上空に飛来し、宣伝ビラを散布する軍事行動をした。このビラは火事が作成したものであった。後に、延安で始まった野坂33たちの日本人民解放連盟の活動は形式としては火事の始めた活動の支部という形態をとっていた。 しかし1940年以降、反戦同盟を親中国共産党団体とみなした蒋介石は弾圧をはじめ、火事はやむなく、重慶で現地の情勢分析活動に従事した。国民党は、日本兵捕虜から情報を収集するだけでなく、中国側の寛大さを示す、国際宣伝に利用することも行っていた。さらに、収容所では、 中国側へのおべっかから強順を装う者だけが反戦分子として優遇された。梶井渡るは各松弱の協力もあり、1938年12月には反戦同盟を組織。1939年12月には中国の抗日戦争は日本人民の自由解放と一致するとの声明を発表し、1940年5月には 沿安支部が建設され、八祖地軍や新四軍地区の日本人捕虜兵士による反戦運動にも影響を及ぼした。青山和夫は、重慶政府国際宣伝どころの対日工作顧問で、コミンテルンの指令で対日工作に活躍した。第二次世界大戦の終結後に日本に帰国し、民主主義文学運動に参加する。1947年の 第一回参議院議員通常選挙に無所属で、全国区から立候補するが落選した。1951年11月25日、肺結核療養中の神奈川県藤沢市内において、アメリカ軍諜報機関に拉致され、アメリカのスパイになるよう強要される、火事事件が起こる。監禁開始から約1年後の1952年12月に、解放され12月7日帰宅した。 解放直後、国会に承認喚問され、火事事件について証言している。1953年11月には、米ソ二重スパイ事件の共犯として、電波法違反で起訴されたが、1969年に無罪が確定した。晩年は、戦時中の活動の経験を中心に執筆し、日本兵士の反戦活動、抗日戦争の中でなどを表した。雑誌。 民主文学に、それらの続編にあたる、反戦同盟記を連載中に死去した。ABCD20 世紀日本人名辞典、家事渡る、日本兵士の反戦運動同性者、同編、反戦資料、ハット ABCDE 法政大学大原社会、問題研究所編著、日本労働同年間特集版太平洋戦争下の、労働運動ザ・レイバー・イヤー・ブック・オブ・ジャパンスペシャル・エド。 1965年10月30日、労働順法社間。第4編治安維持法と政治運動第3章中国における日本人の反戦運動第1節、国民統治区法制大学大原社会、問題研究所、2000年2月22日公開。2016年10月15日閲覧。倉前森道、悪の論理、日本工業新聞社。 1979年、角川書店、加藤哲郎、野坂33、毛沢東、小海石王復書館、文芸春秋2004年6月号、青山和夫の著書に、暴略塾連行名義出版1957、反戦勢略中国から見た日本三崎書房1972、ありがとうございます。